はい、こんにちは、ペツでございます。横山物語続きやっていきたいと思います。秋場所後半戦ですね。はい、もう横綱2人当たってるからね。あとは山野ちゃんここからやね。あ、東山さんが三佐々木さんと当たるんですね。渡月橋さんがちょっと微妙なラインだね。東山さんは今年いっぱい次の場所での引退がね、もうほぼほぼもう私の心の中では決まってるんだけどね。三部さんもちょっとね落ち目になってきたね。はい、全勝院さん、ケイカさんですね。2勝6敗同士。まだ満喫しかかってるのがいないからね。藤友さん、初勝ちだけさん、おお8連勝か、すごいな。渡月橋さん、金剛山さんですね。お相手2勝6敗。吉祥院さんは竹の富士さんですね。3勝5敗ですね。白米さん、勝ち越しかかってるんで確認しましょう。北島さんとです。登りや、や、さあ、押しの白米が行く。追い込んだ。そのまま、こらえた、こらえて逆転、勝ち越し。東山さん、三佐々木さん、同門対決ですね。三佐々木さん4勝4敗、東山さん2勝6敗。さあ、東山さん負けると負け越すけど、三佐々木さんこのタイプ苦手ね。がっぷりいかれて。はい、猫児さん勝ち越しかかってますけど、大関の古賀の里さんと7勝1敗同士ですね。猫児さん苦手やね、古賀の里さんね。前も三重戦負けちゃった。今回もすくい投げにコロッといっちゃいましたね。山野内さん、八重の実さんとですね、6勝2敗同士ですね。さあ、神の思考、山野寺さん、よいしょ、おお、つった、おお、八重野美さんを釣る、下手投げはこらえられる、張り手一発、しかし今度は夜、おお、ついて、おお、夜、おお、張り手一発、またしかし寄って、おお、これは、おお、寄った、八重野美さん。3敗目か、連敗ではないね。はい、ミブさんは横綱の荒藤さんですね。荒藤さんも7勝1敗ミブさんはついていかないとね、組まれるとやっぱり弱いわね。あー、綺麗な上手投げ、うまいね。はい、姉小石さん残念で、道門は東山さんにグッバイで、あとは白米さん勝ち越し決めましたね。で、吉祥院さん負けて、ごめんなさい、渡月橋さん勝ちましたね。で、あと十両は藤井萌さん負けて、全勝院さんが勝ったと。はい、10日目いきましょう。あ、渡月橋さんとだ。吉祥院さんはなんと照ノ花さんとか。ああ、三佐々木さん、白梅さんとか。白梅さんがこのパラで勝ち越すからすごいよな。はい、全勝院さん、星園さんですね。お相手7勝2敗。藤友さん、諸節さん、お相手6勝3敗。吉祥院さん、負け越しかかってるんですね。8勝1敗の照ノ花さんとです。これ、アブが悪いな。残った。
残った。そうですね、で、若乃花さんもね、なんかグリーンの回しつけてたイメージありますよね。ああ、下手投げでやっぱり強いね。1回三役は陥落したものの。さあ、山内さん、百鬼丸さんとですね、百鬼丸さん7勝2敗か、どうし、あ、7勝2敗同士だったね。勝てば勝ち越し。さあ、神の宿坊、山内さん。残った。おお、外無双はこらえられて、おっつけられる。おお、2発目も不発で、そこから切り替えてプッシュするが押し戻されるけど、よってもう一丁。おお、続きか。残った。おつけに圧をこらえて寄る。もう一丁。あー、そこから行かない。おお、真ん中戻ってきた。あー、押し戻されてる。粘りがないよね、山本さんね。おー、逆転した。あー、そこは行かれるのか。あー、行かれそう。残った。あー、危ないな。土俵際眠ってるけどね。おー、惜しい。残った。うわー、動かないな。ダメだね。あー、力負けだ。追い込んでんのにね、もったいない。さあ、ミブさんは3勝6敗同士で、鬼姫さんとですね。で、東山さんは稲妻無双さんと、こちらも3勝6敗同士。穴越さん勝ち越しかかってますけど、同門の渡月橋さん5勝4敗とですね。残った。そのままいったなんとか勝ち越し。白梅さん、三佐々さん、これも同門対決ですね。三佐々さんが負けが1個多いんですね、今週。残った。あー、見どころ全か、うまいな。あとは、東山さんもミーブさんも勝って、キッショインさんがね、負け越しちゃったんですよね。ゼンショインさんも次、リーチか。はい、トカメ終わりました。三佐崎さん5勝5敗対、姉小路さん8勝2敗で勝ち越しましたね。東山さん4勝6敗、ミーブさんも4勝6敗、山主さん7勝3敗。今だったら9勝1敗がトップか、照ノ花さん、荒藤さん、小雁サーズさんとね、まあ、この感じを崩していかないといけないね。で、白梅さん8勝2敗、渡月橋さん5勝5敗、岸井さん負け越しちゃって2勝8敗、で、藤山さん6勝4敗、で、全勝員さんが負け越しリーチですね、3勝7敗で11日目。初日の2つ勝った後全部連敗してる。あー、ここで渡月橋さんとか、まあ、渡月橋さんも今年いっぱいかな。ここで大関とか、はい、全勝率は負け越しかかってますんでね、見ときましょう。3勝7敗同士で巻き雲さんですね。残った。
まあ、まだまだパラメータ的にはね、上に上がれるパラじゃないんでね。食らいまくってるけどね、すごいメンタルやね。食らいつくね。何発針で食らってるんだっていうぐらいね。はい、なんとか負け越しはセーフでしたね。藤森さん6勝4敗同士で塩風さんと、これは飛ばしますね。次はポトブドウさんとですね、キショイさんですね、お相手7勝2敗、ごめんなさい、飛ばしますね。はい、山内さん勝ち越しかかってますね、3勝7敗。鬼兵さんも負ければ負け越しか。おお、下手投げだったね今のは。なるほどね。はい、エミブさんは百鬼丸さんとですね、お相手8勝2敗。トゲツキョウさんの東山さんですね、同門対決、東山さん4勝6敗か。トゲツキョウさん5勝5敗と回避で戻ってきてきましたね。救い投げ、東山さん負け越しリーチになっちゃいました。さあ、姉小路さんは3勝7敗、稲妻無双さんですね。で、三崎さんは7勝3敗、高山さんが湧いて、白梅さん、小川さつさんですね、湧いて9勝1敗。さあ、ここまでですね。あ、白梅さんやっぱり負けちゃったね。で、三崎さん、姉小路さん勝ちの、あ、丹生さんも勝ってるね。で、山内さん勝ちました。で、あとは岸井さん負けて、あ、藤森さん負けてるんだ。で、全勝院さんは負け越し回避、まあ、回避言うともね、今日だけの話ですけどね。はい、12日目いきましょう。はい、全勝院さんは玉隼人さんですね、9勝2敗が湧いてです。これはちょっと負け越しかかってるんで確認していきましょう。まあ、まだまだね、あれですけどね、今場所、この場所は厳しいかな。残った
はあ、まだ粘りますね、頑張るね。はい、藤森さんは1勝10敗の銀鱗さんと、吉祥院さんは徳之峰さんですね、お相手5勝6敗。山内さん、稲妻無双さんですね、お相手3勝8敗。三部さん、渡月橋さん、同門対決、三部さん5勝6敗、渡月橋さん6勝5敗ですね。お、これは一方的か、一方的か、あー、そんな感じやね。おー、東山さん、巻き越しかかってるんで確認しましょう。お相手は8勝 3敗の百鬼丸さん。残った。あー、追い込むんだけどな、こっからだな、衰えか。何テンポ遅いんだよね。あー、負け越した。はい、姉小路さんが3勝8敗、鬼平さんですね。で、三崎さんは岩戸川さん7勝4敗。で、白梅さん、八重野美さんですね。これは見ておきましょうか。ああ、いきなり取ったりか。あとは、八重野美さん、小雁薩さんがいっぱい守りましたね。で、三崎さんはね、浩二さん勝ちの、で、山之内さんも勝ってますね。で、下は吉祥院さん、藤森さん勝って、全勝院さんもね、負け越しはまだ、今日も回避しましたね。はい、12日目終わりました。三崎さん7勝5敗、勝ち越しリーチになりましたね。で、姉小路さん10勝2敗で、2番手追いかけてる形ですね。3番手か、ごめんなさい。ん ?4 番手か。11勝1敗が3人いるんでね。で、山内さん9勝3敗で、東山さん負け越しちゃいましたね。三部さん6勝6敗、渡月橋さんも6勝6敗タイですね。で、白梅さん8勝目からがちょっと負けが込んでる形かな。吉祥院さん3勝9敗、藤森さん勝ち越しリーチになりました。7勝5敗、全勝院さん5勝7�敗ですね。14日目、あ、ごめんなさい、13日目だ。ここでミブさんと当たる姉小路さん、山之内さんは東山さんか。あー、三崎さんがここで上と当たるんですね。勝ち越し かけてからね。はい、全勝院さん雲海さんですね、6勝6敗がお相手、まだ負け越しリーチから粘ってますよ。まあ、幕内にさえ上がらんかったらいいんでね。気分的には。残った。はい、藤森さん勝ち越しかかってます。海舟さん6勝6敗が終わりですね。残った。
残った。あ、追い込まれるなあ。あ、押し出された。勝ち越しはならず。はい、騎手員さんは大津山さんですね。お相手7勝5敗、これはパスです。トゲツキョウさんは1勝11敗、虹の海さん。白梅さんは岩戸川さんですね。お相手7勝5敗で、上位かな。山内さん、東山さん、同門対決。さあ、東山さんも負け越しちゃってるんでね、そう、空気読んどいてほしいね。下手投げ、やっぱり衰えやね、全然ダメだね。はい、ミブさん、猫おじさん、同門対決ですね。ミブさんも空気読んでもいいけどね、負け越しかかっちゃうからね、微妙なとこやね。スケートしてくるかな、猫おじさん。お、逆に引っ張ってきた、ミブさんが。残った。残った。おー、うまい。絶妙タイミングでの続き落としね。さあ、三崎さんは横綱ですね。勝ち越したいね。矢野美さんに4敗見つけるかどうか。残った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 。オリア。ああ、とったり、惜しい。オリア。外掛けは決まらず、技の掛け合いになった。残った。残った。これもとったり決まらず。ああ、追い込まれた。ああ、ゆり倒し。横澤剛。お、古賀の里さん負けました。これで荒藤さんと、あとはあの人、お兄ちゃん、お兄ちゃん、あ、お兄ちゃん勝ってるわ。うちもそうで。他は白梅さん勝って、あ、トゲツキョウさん復活してきたな。キッショイさん勝って、はい、14日目いきましょう。さあ、ここで山内さんと当たる屋根浩二さん、この潰し合いは痛い。お兄ちゃんと全然当たってないよね、前の2人がね。場所がいいよね、お兄ちゃん潰せないよね先に。あー、三崎さん大丈夫かな。ケイハさんが強いね。さあ、全勝院さん、飛天間さんですね。まだ負け越しを回数、明日まで粘るか、それとも今日も負け越しが決まってしまうか。残った。おいっ子ね、全勝院さん強い。ああ、打っちゃった。物いい。取り直しか。今度は一方的。ああ、外掛けか。負け越しましたね。はい、藤森さん勝ち越しかかってますね。志の国さん4勝9敗がお相手ですね。はい、吉祥寺さんですね。大憲法さん8勝5敗、これは飛ばしますね。トゲツキョウさん勝ち越しかかってますね。北島さん殺勝5敗ですね。はあ、ここで綺麗なすくい投げ、勝ち越したね。
はい、白梅さん、ケイハさんとですね、九州ラッパイ同士で、ミブさんと東山さん、ミブさんがマクホシリーチですね。残った、じゃ残った、じゃ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 残った、残った、じゃあ、東山さんなんとか10敗目は阻止ですね。はい、山内さん、いや、姉小路さんですね、どうも対決。残った、残った、付き合いですね。残った、じゃじゃじゃ残った、残った、窓技のかけるタイミングをね、ちょっと測ってそうな感じですね。おお、はたいた。これがもうちょっと上とやってくるよね。はい、みささぎさんは今度は荒藤さんとですね。残った、逆取ったり、じゃさあ初っ端から決めようとしたけどね、決まりませんでしたね。残った、ただ荒藤さんはこのタイプが苦手。ここで逆転の技を食らんかったら、あ、追い込んだけどな。あ、上手投げはこらえる。あ、2発目か。残念ながらちょっと優勝戦線からは完全に脱落しちゃったね。お兄ちゃんは、お兄ちゃん勝ってるね。あー、すごいな。はい、まあこんな感じですね。もう走っちゃいましたけどね。14日目終わりました。三笹さん7勝7敗、姉小路さん11勝3敗、東山さん5勝9敗負け越し、三部さんも6勝8敗負け越しで、山内さん11勝3敗で、白梅さん10勝4敗、渡月橋さん8勝6敗、岸上さん4勝10敗、藤森さん8勝6敗、勝ち越しましたね。で、全勝員さん6勝8敗ですね。さあ、千秋楽行きましょう。ね、ここで東山さんと当たる。あー、まあいいか。で、山内さん、ミーブーさん。山さんがね、もう全然やね。開幕した瞬間にやめても、やめさせてもいいんだけどね。横澤だったらもうアウトやけどね。はい、全勝院さんは東連山さんですね。お相手3勝11敗。藤野森さんは八島力さん。お相手5勝9敗。吉祥院さんは金剛山さんですね。お相手5勝9敗。渡月橋さんは9勝5敗の唐津山さんとですね。白梅さん7勝7敗、高山本さんと。山内さん、ミーブさん、同門対決。山内さん11勝3敗、ミーブさん6勝 8敗だっけ。残った、残った、残った、じゃじゃ無理だ。今日首投げか、うまい。はい、東山さんと姉小路さんね。東山さん5勝9敗、姉小路さん10勝3敗。残った、残った、じゃ残った、じゃじゃ残った、残った、残った。なんかコンボみたいに使ってるよね。ね、突きと突き落としと。はい、みささぎさん、小賀の里さんとですね、お相手11勝3敗か。残った、残った、じゃ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 、確か小賀の里さんはこのタイプ弱いはずなんですよね。姉小路さん全然かなわんけどね。残った、無理だ、無理だ。わあ、とったりか。うまい、思わずうまいって言っちゃった。
負け越してんのに。惜しかったねー。あー、トゲツキョさん負けてるんだ。はい、ミササギさん残念ながら負け越しちゃいましたね。7勝8敗か。あー、優勝はどうやら優勝決定戦アラオヒさんとテロノアハンさんになりそうですね。あとはいないでしょうね。うわ、ヤエノミさん11勝4敗なんだ。で、姉小路さん、山之内さん12勝3敗、東山さん5勝10敗、ビームさん6勝9敗、白梅さん11勝4敗復活で、トゲツキョさんも8勝7敗、まあまあですね。キショインさん4勝11敗、藤森さん9勝6敗、全勝員さん7勝8敗でしたね。さあ、優勝決定戦はもう飛ばしますね。あ、やっぱアラフジさんが本当3勝、テロノアンドさん独占と。誰かやめんの。あ、お、アネコイさん、大関になった。びっくりした。ありがとうございます。初めて見た。あ、吉ヶ崎さんが引退なんですね。はい、お疲れ様でした。まあ猫師さんまだまだ伸びしろある人ですからね。さあ今年ラストですね、九州場所でしたっけね。11月場所に入りますね。まあ、冬になるとね、このパラになるんですよね。毎度のことだけど。いや、結構負け越したからね。はい、これで大関ね、初大関が生まれましたね。ちょっと喜ばしいことですね。山口さんも関脇に上がったんだ。で、東山さんが2枚目まで落ちてるんだ。で、白梅さんが小結び復活。初八つ小結びか。あ、まあどっちでもいいわ。あ、三崎さん、まあ三役残ってくれたからね。あ、岸辺さん重量陥落しなかったんですね。はい、記録的にはまああと3年は伸びるはずなんでね、まあ、そういった80ぐらいまで上半身いってくれたら御の字なんですけどね。さあ今回の番付は古賀の里さんと、あ、で大関張ってるんですね。で、山之内さんが関脇、あ、ケイハさんも関脇上がってきた。で、1個小結びが空いてるんですよね。はあ、なるほどね。白梅さんが、まあそうですね、なんとか、あ、そうですね、初小結びですよね。ずーっと1枚目から上がれずじまいで、三役上がったことはなかったはずなんで、ミーブさんが関脇だけ、あ、小結びが。で、こっからミーブさんが久々の陥落なんですよね。ミササギさんが関脇から1個怒っちゃったんですよね。まあ、優勝2回はね、輝かしい記録ですけど、逆に山口さんが2桁勝って関脇上がったんですよね。うん、東山さんがね、久々に大負けしたんじゃないかな。まあ、あの、泣いても笑ってもね、今場所が最後になりそうですね。トゲツキョさんもそんな感
感じかな。もう7勝8敗8勝7敗のねランクに落ち着いてきてしまったんでね、もう上に上がるあれはなさそうですね。まあ28歳になったら衰えが出るっていうのが分かってるんでね、今東山さんがそうみたいに、いや変えるんで、あとは藤森さんがもうちょっと上がってくれないとね。で全勝員さん鍛え、ここまで鍛えたんで、これから1回小遣い挟んでから、集中力を鍛えていく形になると思いますね。はい、そんな感じでちょっとね、長くなっちゃいましたけど、今回はここで終了でございます。ご視聴ありがとうございました。ではさよなら。